小嫁菜は、菊花の多年草。道端で見かける野菊の一種。若葉は食用になり、上海周辺では、野菜として利用される。別名インド嫁菜。漢名は、バラン。あぜ道脇に群生する小嫁菜。冬に枯れた、小嫁菜。いわゆる野菊に類するものである。嫁菜に似るが、全体に小型で、背丈は30センチメートルから60センチメートル、程度。 7月頃に茎の先端から花茎を伸ばし、その先端に花をつける。登場過剰で花弁は薄紫色か淡い黄色。地下茎があり、小さな群落を作る。葉は卵状大型で荒く低い虚子がある。色は深緑でスベスベしている。茎が赤いものと緑色のものがあり、食用には赤いものが向く。南方から侵入したと考えられる。 小嫁ナの染色体数はで、中国から九州に入り、近畿以北に多く見られる大ユーガがクと日本で自然交配し、2n イコール63の嫁ナが生まれたと考えられている。アメリカ合衆国ハワイ州から、日本の四国、九州南部から琉球列島、小笠原諸島、朝鮮半島南部、中国、インド市の半島、インドまでの地域に分布する。 畑や田んぼのあぜ道、紅葉樹林内の林道、山の斜面などで見られる。春に若葉を摘んで食べる。独特の好奇があり、さっぱりした食味の山菜と扱われている。中国の上海料理では若葉をバラントをと称し、茹でて水分を絞り、おし豆腐、タケノコ、中国ハムなどとともに細かく刻んで、塩、砂糖、 ごま油などと和えた、交換バラントーという料理が冷菜としてよく食べられている。他に炒め物にもされる。真の塩米は、随煙食炭で、柔らかいところを摘んで、タケノコと酢で和えるとしている。また、新末から中華民国時期の南京出身者である京のほも、野城祖父で、あぜに生える山菜として、独特のもので、よそでは食べないなどと記している。チャンス賞では、 クコの葉、キッカノと合わせて、南京散歩と称し、地方独特の野菜として扱われる。日本では雑草や山菜に類するものであるが、中国では野菜として2月末頃に種をまき、生命節頃から2回収穫される。茎の赤いものと緑のものがあり、赤いものの方が微味とされ、別名、紅れな交際とも呼ばれる。生薬として、夏か秋に前奏。 または根を採集し、乾燥して利用する。清熱、下毒などの作用があるとされ、本草項目は根、葉を、起こり、払いた、字に用いるとする。臨床では前奏を占じて内服させたところ、慢性気管炎に効果があったとの報告がある。この属は東アジアに約10種、日本には5種が知られる。日本のヨメナ属のものはオーバーヨメナを除いて、 どれもよく似ている。大湯がぎくよめな上海老飯店、理白酒屋編、老上海協典本放祭、P13、2011年、中国旅裕出版社、北京、ISBN978 から7から503240607チャンス新医学院編、バラン、中薬大辞典、PP280 から281、1986年、 上海科学技術出版社、上海、ISBN7532308421。ありがとうございます。